体操村上茉愛が銅メダル、日本個人史上初女子種目別床運動で3位タイ、東京オリンピック。2日東京オリンピック体操女子種目別床運動有明体育館競技場、エースの村上茉愛24歳が 14.166 点で3位タイに入り、日本女子では団体銅メダルを獲得したと。1964年の東京オリンピック以来57年ぶりで、個人では、史上初のメダルを獲得したと。 H 難度の大技シリバス、後方抱え込み2回、宙返り2回ひねりを決めるなど安定した演技を見せ快挙を成し遂げたと。今大会村上は団体で5位、個人総合でも日本女子過去最高の5位に入ったものの、悲願のメダルには手が届いていなかったと。床運動は2017年世界選手権で日本女子63年ぶりとなる金メダルを獲得した得意種目。今大会は7月25日の予選で 13.933 点の 8位で決勝に進出。同27日の団体決勝では出場した選手の中で3位の 14.066 点。同29日の個人総合決勝は出場24選手の中でトップとなる 14.000 点をマークし、上り調子で種目別の決勝を迎えたということでね。女子体操57年ぶりのメダルっていうことでね、すごいですねこれはね。まあ、怪我があってね大変だとね思うんですけども、まあ、これまでのね努力が報われたね瞬間だなと思いますしね。SNS でも、誹謗中傷などねされたりだとか精神的にも辛い状況だったと思うんですけども、本当にね素晴らしい演技でね、最後の演技はね特に鳥肌がね立ちましたね。本当にねおめでとうございますということでね、村上、選手らしい完璧な演技でね、持ち前のパワフルで、跳ねるような大きな演技がね素晴らしかったですね。本当に銀メダルで、ね、獲得おめでとうございますということで、本日のニュースためになったという方、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それではさようなら。